お前が勝也。お待ちしていましたよ、桐生一馬さん。冴島、やはりお前も来たか。さあ勝也、いろいろ話を聞かせてもらおうか。登場会を乗っ取ろうとしていたお前がどうして俺たちをおびき出すようなことをしたのか。お話しするには役者がもう一人足りません。そろそろ来ると思いますが。こらどういうことなんや、勝也や、このボケや。キルラン、それにそっちは確か冴島。さあこれで役者が揃いました。ここでは少し手狭です。場所を移しませんか。さあ、訳を聞かせてもらおうやないか、かっちゃん。福岡での騒動、それに札幌での真島殺し、全部かっちゃん、お前が登場会乗っ取るために書いた絵なんか。やはりそういうことになっているんですね。はっきり言いましょう、違います。それじゃあなぜわざわざ俺たちをおびき出すような真似をしたんだ。そうしないと黒幕の正体を知ることができないと思ったからです。黒幕やと。そうです、福岡での堂島会長、山笠組斑目組長の暗殺計画、それに札幌での真島五郎暗殺、そして名古屋での安住高千、東上会近江連合両幹部の事故死、全ては東上会と近江連合を潰すためにある男によって仕組まれた計画だったんですよ。どういうこっちゃ、分かるように説明せ。それが私にも分からないんです。どうしてあの人がこんなことまでして私たちを戦わせる必要があったのか。その謎を知るためにも私たちはここで殺し合わないとならない。殺し合うだと。ええ、おそらくこの事件の黒幕の本当の目的は私たち4人の死です。それもただの死じゃない、ここで直接殺させ合う必要があるんです。漁夫の利ちゅうやつか。平たく言えばそうでしょう。黒幕は近江連合の最大勢力である渡瀬組と大阪工業、それに東上会の象徴とも言うべき桐生さんと冴島さんを相打ちさせた後でその全てを奪い取るつもりなんですよ、最小限の労力でね。そこまで分かっているならどうして敵の計画に乗るように動いたんだ。そうでもしなければ敵も正体を現してくれませんからね。
私の推測が当たっていれば、敵は猜疑心の塊のような人だ。おそらく私たちの戦いが終わった後、姿を現すはずです。誰なんだお前の頭の中にある黒幕ってのは。それは言っても意味がないでしょう。今俺たちにできることは戦うことだけです。全ての答えを見ることができるのは戦い終わって生き残った人間だけ。こっちゃ喧嘩嫌いのお前にしては珍しいじゃないか。やる気なんか。せっかくこのメンツが揃ったんだ。理由はどうあれ血が騒ぐのが極道ってもんじゃないですか。渡瀬の兄貴。まそれはそうやな。キルハもどうでっか。ここは一つ敵の手のひらで思いっきり踊るっちゅうのは。渡瀬、どっちにしろ遅かれ早かれあんたとは戦う必要があったんや。今ここでやり合うのも悪ない。この4人が本気で戦えば皆無傷ってわけにはいかないでしょう。最悪全員相打ち。黒幕の計画通り殺し合うことになってしまうかもしれない。でもこの中の誰か一人が生き残れば、その男は黒幕の正体を知ることができる。どうでしょう、こうしませんか。もしも自分が生き残った場合は、責任を持って今回の東条近江の揉め、そのケツを拭くと。俺はそれでいい。西島、その代わり俺が生き残った時は東条会も近江連合も丸ごと一緒に潰してしまうかもしれん。俺は細かい計算はできへんからな。それでもええか。お好きに。